現在の激辛ピアグチャレンジ、ミョクは緑×、木工三角、布団二重丸、打足×、ゆうた丸、で、何×とか三角とかって。緑さんに関してはあれでしょ？なんかすり替えたんでしょ？最低の、今言った奴ら、食べ物で遊ぶ最低の奴らです。ゴミです。え、何これ？なんか匂いやばいわ。だいたい平均2口か3口で前作の食えた人でもギブアップするらしい。いただきます。え、そんな辛いの？鼻が赤いじゃん。あ、無理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 、うん、だって俺こういう系やったことないんだよ。無理無理、あの死ぬわ、うん、やばいんだ。え、ちょっと待って、あのさ、しゃべれないと思う。え、一口でこんなんなのか。いや俺辛いの結構苦手。今までのって大体まあ半分ぐらい食ってから徐々に来てたんですけど、うん、これ一口食ったらもう あの焼けそうになります、口の中が。はい、やばいんだ。牛乳持ってない、そんなもん。やばそう。でも、こいつ飯食ってる時いつもこんな感じだよ。いや、いつもの、いや、全然いつもの言うたらね。いつもこんな感じだよ。いや、これ辛いやつ食ってないって、こいつ、これやらせでしょ。いつもこんな感じだもん。だって、これやらせだよ。騙されてるぞ。変わってないもん、日常が。俺これやってると思うな。マジで。いつもこんな感じだもん。ちょっと待って。鼻水止まらん。西村みたいになっちゃってんじゃん。うわ、俺無理だ、絶対食えねえよ。ごめん。ちょっと休ませて、マジで。これ無理だ。あいつ、すごい、足、痛い。しっちり足組むんだよな、こうやってな。痛い。ちょっと休ませて。水飲むとやばいの？痛い。おおやばい。唇が真っ赤か。え、ゆうたでもさ、こっちの方が男前だからさ、毎朝ペヤングの激辛食べてきなよ。この方がいいじゃん。かっこいいじゃん。なんか見ろよ。見てよこれ、男前だろこっちの方が。え、でもさ、一個言っていい？モコウもユウタもマッチャンもさ、歯磨いてねえからベロが真っ白白じゃん、絶対。風呂も入ってねえし。だから守られてるじゃん。俺綺麗好きなのね。二日に一回はお風呂入るし、歯はちゃんと磨くし。
え、こいつらずるくない？ベロがさ、苔で真っ白白じゃん、あいつら全員。で、守られてるじゃん。ごく激キャラカラさの2倍だって。いつまでこの画質でやってんだ、この人は。480p で。本当に嫌なんだよ。いやいや。ちなみに過去に、なんかこの、ペヤングの激辛みたいなのを食べてたんだけど、下に辛くないやつ用意してて、こいつさ、バカなくせにさ、起点聞くのね。うわ、辛いーちょっと好きにこうやって入れ替えてこうやって食ってたのを、検証されて、暴露されてネットでガーシーに、謝ってたわ。うわ、辛いっつって、こうやって食ってた。いきますね。タイマーもね、俺、早食いじゃなくて、とりあえず食うだけ食うから。じゃあ、行きます、いただきます。ペヤングさん、ありがとうございます。うわ、量も絶妙に多いな。あれ、全然辛っ。うんこ食ってる時の、AV でうんこ食ってる時の顔。辛っ。ちょっと待って。ちょっと待って。あっ、マジでそんななの？え、これ体には大丈夫なの？ぜっ絶対すり替える、マジですり替えてる、これマジでマジですり替えてる、これブレッツって俺は絶対ガーシーチャンネルか津田さん指名するからね。それが白田優。マジでやばいんだ。死ね死ね、そのまま死ね、そのまま死ね、死ね、そのまま。お前が今までやってきた悪さを全部背負って死ね、そのまま。死ね死ね、そのまま。ちょっと待って、待って死ね。これも、シャイアン、ちょっと死ね、そのまま死ね。俺はまだ知らないから、この後。もしかしたら死んでるかもしんないじゃん。いった、ちょっと待って、これ、失礼。いった。死ね。そのまま。ちょっと待って、自分で首絞めて死ね。なんか、霊体に乗っ取られて、こうやって。死ね、そのまま。今までの業を背負って死ね。俺は知らないからね、結末を。こんな、こうなっちゃうんだ。いや、こういう底辺バカどもがさ、こうやって苦しんでるの見るのが一番面白いや。いや、じゃあ、このバカどもとさ、でさ、高いところにさ、橋かけて渡らせて見とこうぜ、俺ら。その方がいいだろ。こっちの方がおもれえじゃん。なあ。工事中のさ、ビルのさ、上と上にさ、橋かけてさ、補正橋かけてさ、渡らそうぜ。こっちの方が面白えや。債務者だ債務者たちがさ、泣いてるの見ようぜ。多分さ、バカだからこうやって座ってさ、ペヤング食い方も汚いからさ、ペヤングのさ、タレ触った手でさ、目触って、めちゃくちゃ熱くなってる。死ねさのまま、失礼しろ。パンパンになっちゃってんじゃん。この状態で渡らせよ。この状態で渡らせるわ。
だって俺さ、昔ね、ペヤング早食い選手権やってたんだけど、全部食べれなかったんだよ。ペヤング、普通のペヤング全部食べれなかった男がさ、激辛ペヤング食べれるかな？めっちゃ心配なんだけど。ちなみにその世界記録持ってる力也は死んじゃいました。食べれないんだ、みんな。モコウは無理だった。ユータも食べれなかった。まっちゃんは食べれた。みどりさんも食べれなかったんだ。ユータ全部食べたの？え、ちょっと待って、打足見よ、ちょっと最後に。え、俺打足さんがこんなに体張ってるの見たことない。この元がやべえんだ。うーわ、めっちゃ辛そう。やば。何このいいカメラ。え、どうすんのこれさ、濃厚接触者で食べてさ、コロナになってんのかさ、これで体調悪いのか分かんなくなっちゃうよ。うん。飲み物コーヒーしかない。無理すんなって、ジジイなんだから。45よ。一回喉鳴らしとかないとむせるから。いや、でも俺の知ってる中で一番辛さに強いのは打足さんだよ。マジで、マーラーとかも、火鍋よく一緒に行ってたんだけど、コロナになる前。ちゃんと本場の辛さで食べれるの俺と打足さんだけだったのね。全然辛くなさそう、この人が食べてると。おい、ちょっと待って。緑との差は、どっちかが嘘ついてるな、これ。どっちが嘘ついてんの？わあ、すごいね。これが生徒と風林火山だ。ええー、ね、でも打足さん辛さに強くない？これ、トンちゃん全部食ったの？まっちゃん全部食ったんだ。え、でも打足さんもう半分じゃん。やっぱ。超ちっちゃいし、飲み物も。飲み物もこんな、こんな、おちょこ。なんでこんなちっちゃい飲み物、なんでこんなちっちゃいの飲み物。ダサクさんが笑ってんの久々に見たわ。おい、ひろゆきに食わせてくれ。まっちゃんはその後体おかしくなって配信切った。いや、ダサクがこんなに動いてるとこ初めて見た。この、ソースを作るのにガスマスクが必要。おい、このソース作るのにガスマスク必要らしいよ。マジかよ。何それ。全然辛くなさそう。全然辛くなさそう。皆さんにじゃあ本物の男を見せてあげましょう。今まで見せてきた偽りの人たち、彼らみんな偽物です。僕が本当に本当のペヤング激辛マックスを見せてあげましょう。
目標タイムはお前の6年前の超大盛りペヤング早食いタイム。ちょっとそれ、一応、やめだ、一応参考までに何の辛くもないペヤングを食べてる加藤純一をちょっと見てもらっていい？何の辛くもないペヤングを食べてる加藤純一を一回見てくんない？それで明日の俺の頑張り見てくんない？勝ちに来ました。今日は。勝つ！2016年8月6日、放送タイトル、超大盛りペヤング、日本代表加藤純一。そう、あんまり、隠してたんだけど、俺、日本代表なのね、ペヤングの。一応ね、準備させてもらいました。うわ、レジディアナッツ。さっき、買ってきて。ウサイン・ボルトが、100メートル走る時間と、俺がペヤング大盛りを食べるのどっちが早いかってやつ。あー、劣勢に、ただんご。で、一応この映像に、明日はこれでやるわ。過去の自分、ボルトにも勝ちたいし、過去の自分にも勝ちたいから。ちゃんとやってるからな。いただきます。俺が遅いんじゃない、ボルトがめっちゃ速い、ね、俺が遅いんじゃなくてボルトめっちゃ速くない、いや俺が遅いんじゃない、ボルト速っ。やば、ジャマイカン。400m、 100×4 リレーなんだ。これ名勝負だったけどね。結構食ってんじゃん、ほら。で、結局食べれなかったんだ。結局食べれなかったんだから、俺。ねえ。あ、食べてる！えらい。なるほどね。じゃ、リキアのやつ見てくれ、やべえから。リキアちなみにあれ8秒で食ってるから。で、聞いたのね、加藤さん、なんでそんな早く食べれるんですか？食べるんじゃないです。飲むんですって言ってた。普通に、食道を広げるんだって。飲むんじゃないんだって。落とすんだって。あれ、8秒で食べるんだよ。OK。じゃ、お前らに明日本物のペヤング、あ！持ってきます、だって。